どうもやんです今日はですね本業以外でマネタイズするということについてお話ししたいと思います。まあ僕には本業があってですねあのお店をやってるんですけどもね、えー、ボディケアとシつぼですねのお店をこうさせていただいてですね、えー、まあまああのん自分のサービスにはあのかなりの自信があるというかその内容に関してはね えー、ある一定のこう水準をもう超えた状態で、えー、お客さんを喜ばせる。 状態にはあると思うんですけども、そのまあお客さんにもよるとは思いますけれども、そのそれだからいいということではなくてですね、しっかりとその売り上げを上げて、えー、集客をしてというところがこう必要になってくるんですけども、えー、自分の中の方、えー、ですね、その自分のやり方でこう集客をしていこうということですね。その前まではね、そのまあオーソドックスにチラシをこう毎日例えば200部ずつ配るとか。 いうことをこう以前はやってた去年ぐらいまではやってたんですけども、えー、ちょっとねそのやり方を自分の中でそうじゃないなと今はあの僕のお店に来ていただいてお客さんに喜んでもらう、えー、自分のその、えー、どういうんですかねその例えばその値段が安いから来るっていう お客さんんでではないんですねうちのお客さんこうリピートされてるお客さんというのはもちろん価格は、えー、結構安い価格にはなってるんですけどもその価格が安いからっていってリピートするお客さんっていうのはちょっと、えー、基本的にはこうあまりいないという状態ですね。それよりもですねそのうちのサービスがいいというかそういう形で、えー、来ていただいている。 形商売っていうのは結局そのリピーターさんを増やさないとその常連さんを増やさないとその基本的には回っていけないもちろんご新規の方は来ていただくように持っていかないといけないんですけどもそれよりもリピーターさんを増やすっていうことが大事だというところでですねその自分のリピーターさんをこう見ているとですねその 安さとというところはもちろんその、あのー、来店される理由の一つにはなるとは思いますけどもそこが第一理由になってきてる感じではないんですね。そのうちのサービスの内容で来ていただいてるというふうな僕の自覚があるんでですねそのもちろんその近所やとかいろんな理由があると思うんですけども、えー、でそういうリピーターさんを見てた時にうちをこう望んで来られる形。 だからチラシを配って価格をバーンと出して安いから1回 てみようかというお客さんが来られた場合はですねリピートされる確率がちょっと少ないそれよりもですね僕のその例えば口コミ e パークの口コミですね e パークでの口コミであったりとかですねそういうことでですね僕は発信しているものを見たはるかどうかはわかんないですけれども僕の発信の,そのなんていうんですかね発信能力というかその えー、そのメジャー差っていうのが全くないんでですねそれがついてくるとそこからもこう流あの、ね、集客もできると思うんですけどもそういうことでですねそのやっぱりそのうちの店に興味を持っていただいてどうかなと思って来ていただいた方が、えー、お客さんがリピートされる確率というかそういう形になると思うんでですねそのチラシ配りはもうやめましたと。いう そこでこう興味を持っていただくかまあまあ口コミでしょうねその e パークっていうそのサイトの口コミを見ていただいて来ていただいてる形が多いかなというところではありますねうんでまあまあそのただですねそのうーんまあいろいろありますけどもその まあまあそういういことでです、ね、その積極的な集客ということをこう自分の中から例えばチラシを配ったりとかそういう仕掛けることをしていないということですね。えー、自分の店をこう見ていって興味を持って例えば自分の店の前を通っていただいて、えー、どういう店なんかなっていうので興味を持っていただいて来ていただいているという形になってくると思うんで、えー、やっぱりそのちょっと まあまあ苦戦してると、まあ、まあコロナの影響もあるかもしれないですけどもちょっと苦戦しているということとですね、えー、そのまあ今日本業以外でマネタイズするっていうことを言わせていただいたんですけどもその本業は本業でね自分のすごくやりたいしその喜びもたくさんあるしお客さんも喜んでいただける。 っていうことはねすごく自分の,その喜びにもなってるんでですね、えー、ずっと続けたい仕事ではあるんでねもっともっとこちらの仕事にこう集中してね、えー、追求していきたいと,ところではあるんですけども自分のね えー、心の安定というかですねそのやっぱりその売り上げが上がらないとですねやっぱりそのストレスがかかるとでそのストレスの原因はっていうと結局お金というかその売り上げの部分になってくるんでですねそのしっかりとその自分がマネタイズできる、えー、自分になっておこうと。 いうところです、ね、でもちろんねそのアルバイトとかねそういうことは、えー、をするとですね僕はアルバイトをしてた時期もあったんですけどもそれに時間を取られたりエネルギーを奪われるとですね本業がちょっとこうあのー、そがれる集中力がそがれる感じっていうのはちょっとあったんですね。そのアルバイトって っていうことをやるって時給をもらうっていうこの作業っていうのはすごくね僕にとってはマイナスにしかならない、えー、それも大し,大した金額にもならないのに、えー、マイナスがかなり大きいということでですねアルバイトという線は僕消ほんで、えー、僕は自分を表現したりすることが僕基本的に好きなのでやっぱりネットですよね。 ネットの中ネットのビジネスというかそのそれはえー、まあ怪しいというふうに思われる方もおられるかもしれないんですけどもそうでもない今はもうそんなんあんまないんですかねあのしっかりとね自分を表現してそこにねあのどういうんですかねその自分を表現することであったり何かをこう やっっていくこととでであったりとかですねその、そういうことでの、えー、マネタイズをこうしていこうというふうに、えー、考えております考えておりますというか、まあ、ずっとやってる中でですね、えー、ネットで、まあ、情報発信的なことはしてるんですけどもだからラジオをやったりとかですね、まあ、YouTube とかこういうのもそうなんですけどもこういうのをやって ととかしながらあとノートですねノートをこう執筆したりとかですねあと n d ドルですね n d ドルを、まあ、全然書いてないんですけど n d ドルの方を書いていったりとかですねあとそういうことをやっていくというかね、えーそうまあ、もちろんブログもそうですしそういうのでこうなんとかこう自分の表現を知る中でその どういうんですかねいやいややるというかそ,のそういうことではなくてですね自分がまあそのやりたいことですねそれとこうインプットしていくのももちろんですねそのいろんなとこへこう動いてインプットということですね、えー、本を読むことももちろんなんですけども経験のインプットですねすることによってそれを、えー、と本と組み合わせたところで自分のフィルターを通してする表現ですねそこにこう価値を感じてもらえるように。 ししててていいくでですすねねね自分を、ね、していってです、ね、それが誰かのこう役に立ったりその何かのこう問題解決になったりとかですねそういうことでの、えーえー、マネータイズですねそういうことをこうしていこうとだからやっぱり長期戦ですよね今年の初めからいろいろちょっとずつやっていってこうなかなかねその僕も見えてこないところではあるんですけども、えー、しっかりとそのマネータイズをしてこう そちらはそちらで安定させていって自分のやりたいことであるその本業の方でもしっかりやっていくほんで他にもまだその、えー、しっかりとその売り上げを上げることができたらやりたいっていうことをやりたいと思っていることがたくさんあるんですね例えば小劇場の建立であったり建立っていうか小劇場を作ってですねそれを経営していくことであったりとかですね、えー、まあまああのーまあ、ボランティアのことでその やりりたたいこととでであったりとかですね、えー、自分の,その、まあ、演劇コントグループみたいなところでこうやっていきたいことこれはまあまあ趣味的なところになってきますけどもそういうこととかいろいろお金があればそれを売り上げ上げることができる自分になっていればでいろいろそこからこう自分のやりたいことが広がっていくというふうに考えておりますんで。その 本業以外でマネタイズするっていうことですねそれをやっていきたいと思っておりますということで今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます